こんにちは、ボートレースライフナビゲーターの幸せの招き猫チョコです。今回は予想サイト船の時代のおすすめ有料情報が的中するのか実際に購入して検証していきます。超安転がしの紹介ですね。目標金額は25万円、参加条件は、50ポイントの新規購入、5000円を新規で、振り込んでくれということですね。超安だからといって制度の手抜きは一切なしということで、前回の超安転がしは、2レースで転がしを的中しているという内容も書いてありました。で、今回はさらに超安転がしに桃源郷バージョンということで、転がし情報プラス満州狙いの単発情報、合計3レース1コース3レース、やると情報を提供するという内容のものでした。で、今回は、その3レース提供を3コース、多摩川と琵琶湖と小島、3会場での提供が決定していると。各50ポイントの新規購入なので、全て買うと1万5000円という金額になります。今回はちょっとリスクヘッジも含めて3コースともに、買ってみたいと思います。それでは本当に的中するのか検証スタートです。はい、今回は琵琶湖の転がし桃源郷を検証していきます。まず転がしの2レース、1レース目が琵琶湖の8レース1241421431462214の5点、 1.2000円の各、合計1万円、当たれば11レースに、5分割をして、312321324341に、投資するという内容です。で、おまけの、満州狙いの単発レースが琵琶湖の9レース345354314354535453、5点に、1.2000円、1万円購入する内容になっています。では早速1レース目、指示通り12414214314625点に各2000円、合計1万円の船券を買ってレースを見ていきましょう。着々着とまずまずの出だしとなっています。はい、転がし1レース目、琵琶湖第8レース登場です。12レースは1枠の隅屋、ここは4角進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。第8レース、予選競争、1秒前、スタートしました。1行け、揃ったスタートか、外の根が少し伸びていくのか、インから後ろか、1番の一ノ瀬明、逃げてよ一ノ瀬がまずは先頭で理解する、まくりに行った3番の世界が少し膨らんだ、さあチャンピオンは2番、4番です。ここで一気に4番のスミヤが迫ってまいりました。あっという間にここはトップ並走状態に持ち込んだ4番のスミヤが内、外一番の一ノ瀬、4番あんまり行き過ぎないで、一気の両者が並んでまもなく大胆バックスタートは正常でした。4番1着はダメ、まず1の4番のスミヤから差し返す1番の一ノ瀬です。刺してここはわずかですが4番のスミヤが前出ています。その差まだ判定審査、4番1番後ろ、今度はここが3番で、4番1番はダメ、1番4番ならほぼ的中コースを内に変えてきたのは3番の酒井です。3番手は4人か、まず上位点が4番1番で2周バックへ、そして3番手、ここでまた6番の丹下、上位3点が4番1番6番、後ろ少し水空いて2番3番3番2番が4番手争い、シンガル5番の番正則です。416の順でまもなく第3マーク2周2マーク、4番スミヤから1番の一ノ瀬、6番の丹下、3番手416、後ろは2番3番まだ接戦、4番手争いですが上位3点ほぼ落ち着いて最終周回第13マークへ向かっています。416確定がまずはいいスタートでした。コンマ1前後のスタートでした。これは的中になりました。右から逃げた1番1の瀬、そこを3対3、外3手から進入開始、進入コース、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。3と4、第9レース、直線、1秒前、スタートしました。
3、4、よいった伸びていきます。3コー3番の内張りがちょっとスタートまくれまくれギュッといってまくっちゃえ慎重だったか。4角からまずは4番の金子がまくっていく。先頭だったのが4番金子、内をついて5番の重富が今2番手につける。4番5番、残る4点によりまして3番達成。そこから2番の佐々木が抜け出したのか。4、5、3、残る3点は6番、3番、1番が内から3点ほぼ並んだ状態。3番内張りの番のその中です。3頑張れ。第2ターンマーク折り返しです。4番、5番、2番取り返しました。スタートは正常で間もなく2周目になります。先頭4番の金子隆、そして2番手に5番の重富雄也、3番手2番の佐々木宏美で、4番、5番、2番、あとの3点まだ4番だそうです。3番ベベか。2周第1ターンマーからバックへ。なんとか追いついてくれ。先頭4番の金子で5番の重富、外2番の佐々木、なんとか追いついてくれ。ここで少し低下縮まって2番手争いか。5番の重富が打ち、外2番の佐々木、その3は判定審査。現在は5番の重富が2番手ですが、2番の佐々木、この後は第2ターンマーク、外全速で回っていきます。4番、そして5番、2番、上位3点、まだ変わりません。最終周回です。あとはこの2番手、5番の重富、このままキープか、それとも逆転か、2番の佐々木宏美かというところ。4、5、2、まず最終1マーク4番の金子、4角から勢いよく攻めていきました。2番手5番、そして2番の佐々木、差しに行きましたが波にはまってしまいまして、これで4番5番2番で残るあと半周最終の第2ターンマークへ向かっています。かすってるけど、さあここは後輩等となりそうです。後輩等、5番の重富が人気薄か、4、5、2で最後の直線コース。あとは6番の広瀬が4番手追走中、まもなくゴール。先頭4番の金子隆五輪、2番手5番の重富、3番手2番佐々木キープ、その後6番後続3番1番は接戦でゴールいたしました。3番の斉藤仁、はい、ラスト、転がしの2レース目、琵琶湖11レース。3頭で、3、1、2、3、2、4、3、4、2。新入コース、インコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番、11レース連続戦スタートしました。注目の3番、4番、センターからまさにスタートか。インから1番の木村正樹、先手を取れるか。よし、インから1番の木村、3コースから3番の斉藤陣がまくってきました。指してくるのが2番、4番ですが、まず3コースからまくった3番、斉藤陣が先頭を立って、そして2番手に今5番の原豊と、原も好調です。その5番、原が2番手、後ろが4番、2番、3、1番と、ここが3者接戦。何3番手というか、しかし切り込んできたのが地元1番の木村正樹、2番手のリカースとか、その1番の木村が波にはまってしまった。2番手はそれは混戦模様ですが、また5番の原豊が2番手、そして後ろは4番の後藤翔士と1番木村が、ここは今度は3番手追加。この間に独走態勢、3番の斉藤仁ぶっちりの先頭で、そして2番手には5番の原豊です。原が2番手、注目3番手は今は1番の木村正樹が3番手、この斜め後方ピッタリと4番の後藤翔士が4番手追走中ですが、少し離されました4番の後藤翔士。上位3点は3番、5番、1番のキスバクの3点となっています。351か。先頭3番斉藤仁から5番の原豊が2番手、1番の木村正樹が3番手、後続3点はグスバク4番、そして2番、6番となっています。351ですか。最終周回、第1ターンマークです。5は1つも勝ってませんね。単独先頭3番斉藤仁、3コースから近づくまくってきました。その後ろ2番手以降大接戦、大混戦で2番手5番の原豊と、原も好調です。これで昨日後半から2、1、2着となりそう、ね、そして1番の木村も3番打席、なんとか地元の意地を見せました。3番、5番、1番で最終の第2ターンマーク繰り返しです。351かな。最後の直線コース、まもなくゴールです。最後4番も迫ってまいりますが、先頭まず3番斉藤五輪、2番手5番原、3番手1番の木村がキープ、4番後藤、4番手残る2点。はい、船の時代超安桃源郷バージョン琵琶湖コースは残念ながら3レースとも不適中となりました。情報料が5,000円、投資額が2万円、回収金額が0ということで、収支は最悪のマイナス25,000円となってしまいました。1レース目惜しかったんですけどね、残念です。残りの玉川コース、戸田コースの結果もご覧ください。
概要欄にアドレスを貼っておきます。次回もぜひ見てください。あとチャンネル登録、いいねボタンも押してもらえるとありがたいです。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。